今回の展覧会はとにかくこう陶芸の新たな機種に焦点を当てた展覧会です。今の例えば30代40代の年齢の作家の人たちが、非常にこう新しい作品を作っておりまして、その新しい世界を、広く、国内のものを全てと言っていいほど、広い形でこうご紹介できればと思いまして、この展覧会を開きました。素晴らしい作品が多くて、また来たいなと思ってます。楽しくて、やっぱり1回じゃなくて何回も来てみようかなという気になってるので、たくさんいろいろなタイプがあった方がいい、楽しくていいと思います。もうこれなんか素晴らしいなと思って見てるんですけど、うちに欲しいなと思いましたうちにあったら楽しいだろうなと思って見てます。企画展でこういう現代陶芸展をやるのは本当に久しぶりというか、なかなかなかった展覧会だと思います。企画展担当によるギャラリートークであるとか、人間国宝のお茶碗でいただくお茶会であるとか、たくさんのイベントを用意しておりますので、ぜひご参加いただければと思います。